今鈴木圭介先生が横浜にようこそということをおっしゃいましたけど、私の家はここから見えるところにかなと思ったらちょっと違う方に面してます。見えるようなところに、住んでおりまして、実は今回、菅内閣ができまして、私財務、副大臣という仕事を、させていただくことになりました。鈴木圭介先生が私の前の、副大臣ということになりますけれども、菅内閣はとにかく結果をデリバーするという、政権なんだろうというふうに思います。もう急いで急いでとにかく一生懸命仕事をするという、政権だと思いますので、その一翼として私も、頑張っていきたいと思います。今日も実は朝早く5時45分から東京12チャンネルでニュースやってるのご存知ですか？モーニングサテライトというニュースがあって、金融関係の人はみんな、見てる人多いんですけど、そこにゲスト出演しろということで、朝早くからありがたいことに迎えに来ていただきまして、そちら、香港がこういう状況なので香港から人を取ってこれないかって、こういうのがテーマで、お話をさせていただきました。今日はちょっとお話する機会が、そんなにありませんけれども、また皆さんとお話する機会、そして、勉強する機会に恵まれたと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。